はい、できました。今日10月6日あっちゃんちの晩ご飯はマダイのお刺身で、サラダ、きゅうりと人参のスティックサラダとキャベツで、いろんなものをだしを取ったお味噌汁、それと、大根のお漬物、これで食べましょう。はい、食べちょっとね、量がなんかね、今の動画編集、動画じゃないよ、なんか編集してるらしくて、さっき食べました岩戸の塩ね、野菜にパラ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 と、きゅうりとかにはね、岩戸の塩で多分一番美味しいと思うよね。それで、今日ね、奈良公園で買ってきた、大和陶器場の陶味、十の味って書いて陶味、七味じゃなく陶味、これ買ってきました。これね、何かって言ったら大和ハーブ、和ハーブ、大和ハーブのね、大和陶器って言ってね、すごいいい香りするハーブがあるよね、それを使っててね、唐辛子、陶器場、茶子の実、陳皮、クズの葉、白ごま、麻の実、青じそ、青のり、黒ごまが入っててね、まあ、いろんなね、七味じゃなく豆味、重の味ね、麺類、鍋、魚、和風料理等にぴったりですって書いてあるんだけど、これをちょっとね、お刺身に使ったり、お味噌汁に使ったり、ちょっといろいろサラダに使ったり試してみたいと思います。これはね、奈良のね、なんとかエーモンストアっていうのかな、大仏プリン売ってるところに、夢風広場のあそこのね、ところで見つけて、680円だったかなんか、そんなんで買ってきました。じゃあ食べてみましょう。よいしょ。では、いただきます。何を、物いっぱいあるの、君や君。あれは知れんだらけ。じゃあ食べよう。ではいただきます。量も来ると思うね。食べます。塩でもいいよ、ここに塩置いてあるから。鯛をね、お塩で食べてみたかった。ここに塩、塩で、おいしい。鯛の甘みがすごい出る。つけすぎてしょっぱいで、うん、醤油は間違いないけどね、あ、ほんとおいしいな。これ食べたかった。うん、これ好きよね。大和陶味、大和陶味をちょっとつけて、おお、これ塩と混ぜたらめっちゃ美味しいわ、多分。これ塩と豆味をつけて、うまい。塩と豆味を、豆味と塩とつけたらめちゃくちゃ美味しいわ。醤油と豆味つけても美味しいからな。うん、これかけよう。
美味しいな。味噌汁美味しいから豆味をかけます。うわ美味しいこれ。美味しいやろ。大和豆味、あの大田温泉の味するよ。美味しい。なんか足らんな。なんかちょっと取ってくる。ご飯のお供のなめたけとかいろいろ取ってきた。子供にお刺身でもねあげて。いろんなお野菜の酢の物、夏野菜、最後の夏野菜、最後じゃないけどもうそろそろ終わりになる、オクラ、モロヘイヤとかね、いろんなもの、酢の物だいぶ使ったかな。これモロヘイヤやな。うん、匂いが落ちる。うん、せやろ。うん、お風舐めてきよ。ね、いろんな野菜の酢の物美味しいよ。モヘア美味しいな。
冷めだけ食べん。そんなことあんねんな。万能調味料ね。万能調味料と舐めたけど巻いたらすごい美味しい。久々にお魚美味しかったな。美味しいな。なんで。あれ、モロヘイヤの万能調味料はすごい粘り気が出てめちゃくちゃ美味しいの。酢の物にするとね、あんまり粘り気が、まあ葉っぱだけはね、ざっくりざっくりやってないけど。うん、美味しいよ。ひじかたどみでいいよやな。すみません、うまいな。あれは多分それは美味しいやろけど、美味しいね。結構ね、今日はちょっと粗食。魚と、お魚と、魚と、お味噌汁。あと、野菜って感じやからね。
喉に唐辛子きた。で今日のあっちゃんちの晩ご飯、お刺身と味噌汁とあといろんなお野菜でした。美味しかったです。たまにはねこういう和に振ったお料理いいんじゃないのかな。お魚も今日はねあんまり良くなかったけどね。うん、思ったより小ぶりな鯛安く買えたんで油乗ってて美味しかった。ちょっと鮮度微妙だけどね。美味しかったです。ごちそうさまでした。今のシーズンね本当に美味しい魚あんまりないんやけど、タチウオでね大体売ってんやけど、今日タチウオ全然売ってなかったね。だとまあね何がいいんやろうな。タチウオが、ね、テレビでねタチウオ美味しいってやってちょうど旬やしで食べたいな思っててんけどなかったからちょっとがっかりね。サンマも美味しい。秋はサバも美味しいね。サバの刺身危ないからな。お刺身食べたかったから、こんなこんなでね美味しいものが食べられたら嬉しいなって思うあっちゃんでした。明日はね焼き魚、今日さばいたレンコダイ行くんで、お肉もたまに食べましょうっていうことで、はい。まあ、美味しいものをいただくってのが一番なんでね、はい、今日はまあシカちゃんとこ行ってきて、走ってきてね、ちょっとだけシカの、あれ、まだちょっと目がはっきりせえねんけど、なんだかんだで、いろいろと楽しく、今日は過ごしてきたんでね、はい、っていうかな、疲れたけどね、はい。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯へ、まあ、疲れながらに作ったお刺身、まあ、いいんじゃないのかなと思いました。はい、では、またね。今日のあっちゃんの晩ご飯良かったと思うので、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。